手を右手に渡し、右手の髪の毛を左に。こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました、みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。はい、今日は編み用のシーフアレンジです。はい、風なんで三つ編みなんですけど、後ろで三つ編みができない方、うん、たくさんいると思います。難しいですね。はい、はい、見えないし、なんかわけわかんないってなるんですけど、はい、それを、はい、今日はわかりやすく、多分一番わかると思います、これ見たら。今までたくさんある動画の中でも一番わかりやすいと、はい、絶対わかります、絶対できますらしいです皆さん、はい、まあ、確かにちょっと手順をね、はい、こうやる方の手順っていうか、もうほんと事細かく美咲さんが解説しますね、はい、私なりの言葉で私なりの言葉でやってますんで。はい、はい、言葉の意味が分かんない方はあのメッセージを送ってください。説明します皆さんに。はい、はい、では、はい、動画いきましょう。あ、もう行きますか。はい、よろしくお願いします。じゃあもう見た方が早いですね皆さん。見てください。はい、はい、ぜひやってみてください。はい、それでは動画スタート。リンセのまとめ髪フォームをつけていきます。手に泡を出して毛先の方からつけていきます。手ぐしを通すように上までしっかりとなじませていきます。耳後ろで分けます。反対側も同じように耳後ろで分けて、髪の毛全体を3等分の状態にします。まず右手の髪の毛を左手に渡します。後ろの髪の毛を右手に持ちます。左サイドの髪の毛を右手に渡します。後ろの髪の毛を左手に渡します。もう一度同じように左の髪の毛を右手に渡し、右手の髪の毛を左に渡して、毛先をまとめていきます。毛先をシリコンゴムで結んでいきます。その上からこちらのヘアゴムでもう一度結んでいきます。ゴムを左手で持ち、ゴム付近から編み込んだ部分をほぐしていきます。とサイドも一緒にほぐしていきます。ヘアクリップを耳後ろにつけていきます。毛先部分が乾燥していたら、フォームを手に伸ばしてしっかりとつけたら完成です。こんな感じで完成しました。三つ編みのやり方をめちゃくちゃわかりやすく解説してますので、できずにやってこなかった方もぜひこれを見てやってみてください。バイバイ。
Thank you.